東京ビッグサイト、ここで講演をしているこの方は今歯科医として大きな注目を集めている新神戸歯科院長藤井義郎さん。その活動には医療に携わる者としての信念があった。神戸に医院を構える新神戸歯科、現在ここは2年先まで予約がいっぱいの状況だという。一体どんな治療を行っているのだろうか。人間の各臓器は独立で存在するものではなく、お互いに影響し合っているという概念のもとで、口も体のパートではなく全身の一部と判断しながら、全身との口と全身との関わりを追求していくというのが特徴ですね。歯が全身とつながっている以上、常に全身を見ながら歯を、治療するというのは当然のことですから。この日も体の痛みを訴える患者さんが訪れた。ここの足首が痛い、どの辺が、あれかしい、ちょっと違うんですか、右のここが、その右足の膝と足首ね、それちょっと主にやりましょう。先生は丁寧に痛みの原因を特定していく。今下の歯を削ったんですね。管下の歯が高すぎるわけですね。で、噛み合わせですね、その歯の噛み合わせ平面をですね、きれいにしてるわけです。どうですか、噛んだ感じ変わりました？とりあえず楽になった。全然痛み感じないですね。痛み感じなくなりました。不思議です。交通事故で今までの歯が全部ダメになっちゃって動けなかったんですよ。歩くのがもう精一杯痛くって、今回ね、こちらで見ていただいて、これだけ歩くようになりましたから、本当に患者さんのことを本当第一に考えてくれる先生で、もう痛いところがあったらもう全て話しなさいっていうことで、でもっと細かく見てくださるので、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。もう本当にありがたい。虫歯治療やインプラントに使われる歯科材料の人体への影響を進めるなど、歯から体の健康を守ることに取り組み続けている院長。その姿は幅広い分野の人々に支持されている。でもみんなびっくりしてましたね。藤井先生がちょっとその辺をこの辺触ってちょっとやるだけで、今まで地べたに手がついたことのないような人が、なんていうんですか、前屈して手がつくようになったりとかね。とにかく歯のことと全身ってのはものすごく関係してるわけですよ。そういう意味で歯をきちんとすることによって医療費も削減できるし、それから介護予防にもつながっていくし、そういう意味ではその保険料負担も減るっていう点ではですね、私は本当にすごいことだと思いますけどね。我々は神様じゃないので、全ての人を治せるわけじゃなくて、ただいろんな中で治す方法の一つとして特殊なやり方かもしれないけれど、今まで治せなかった人たち、もしくは症状を軽減させられなかった人たちの症状を軽減させることができるという点で、私は藤井先生のやり方っていうのは素晴らしいと思ってますけどね。院長の取り組みと治療は口コミで広がり、全国から患者さんが来院しているだけでなく、講演の依頼や海外の学会などに招聘されている。こういう治療を少しでも多くの人に知ってもらう、それによってですね、そういう考え方が一般常識になってくれば、このような治療をしようかという歯科医が増えてくる。それによって多くの人が助かるんじゃないかということでですね、こういう活動をしてます。患者さんの目的は、一部の人を除いて治りたいんですよ。それすごい機械を使って、すごい最新鋭の科学の粋を集めて作ったような診断道具で診断してもらって、それが目的じゃないんですよ。治りたいんですよ。治る医療というのを普及したいんですね。医師として患者さんと真剣に向き合う藤井先生の姿勢には、言葉以上の情熱と信念がある。